は鹿児島の漁師ともちゃんです。で今回はね、今夜中の12時半なんだけど、ちょうど水定置を上げていきたいと思います。まあ今日はね、何回いてくれるといいよね。それでは行ってみましょう。皆さんこんにちは、鹿児島の漁師ともちゃんです。今回はね、冒頭喋った通り、ちょうど水定置のね、操業動画になります。実はね、この前に竹山定置の箱網と金庫網を操業した後にチョガ水に来てっていう感じですね。その動画は前回投稿したものになります。でまあ竹山の方はね、アジがいてくれて、でまあスズキとハマチがいたのかな。で今見えてるね、左側に、船の左側にある木箱、なんかすごいいっぱい重ねてあるんだけど、あれはね、魚がいっぱい取れるであろうと準備してる氷ですね。まあいうね、ことをするとね、なかなか漁模様もね、よろしくないんですよね。そこら辺がね、難しくもあって、またね、面白いところかなと思います。ということで、缶巻きをしていくんですが、果たして今回のチョガ水定置、一体どんな漁模様になるのか。もうぼちぼち魚取りに来てるんですが、いつもだったらね、この辺も動画切ってるんだけど、今回回してるのは、今1月だよねって。いや、1月なんです。まあ確かにね、ちょっとあったかい感じはしたんですが、まさかね、あなたたちがいるっていう感じですね。で、かぶせ網を上げていくんですが、さっき言ったあなたたちがそろそろ見えてくるのではないでしょうか。まあ、ちょっと網の上に乗ってるね、これ目アジですね。目アジをポン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 はめて、網の方に行ってあげて、で、網を絞り込んでいく感じです。どうでしょう、まだ見えないですね。もうちょっとかな。いますね、いますね、いますね。このウミガメですよ。いや、今の時期にね、ウミガメが取れるっていうのは、ともちゃんの漁師人生の中でないですね。で、しかもね、一匹かと思いきや、実は、もう一匹いるんですね。で、まぁ、ちょこっとタチウオも見えますね。やっぱり水温が若干、ということなんでしょうね。なんだろう、このウミガメの2匹はペアなのか、オスとメスでちょっとね、イチャイチャしてるとこ、トマちゃんの定置に、間違えて入ってきちゃった感じかな。イチャイチャしてるってなんだよって話だけど、水温が高いのも伴って、夏によく取れる小ゼンもね、いますね。でウミガメをね、外に出してあげたかったんだけど、まあ、カズネ君とね、2人でなんとか持ち上げることができるんじゃないかなって思ってたけど、このサイズのウミガメでもね、持ち上がんないですね。2人で頑張っても。いや、カメってね、ほんとめちゃめちゃ重たいんだよね。なので、先にも魚をすくって、最後にね、逃がしてあげようっていう感じです。それでは今回は、まあ、魚もね、いるように見えるんですが、カメ苦しそうですね。早く逃がしてくれよぐらいな感じなんですけど、で、この白いカッパのおじさんが身を乗り出して、何をするかというと、はい、このタチウオですね。タチウオを
手で捕まえてあげてるのかな。でまだいるよねと見てます。これで手を伸ばして捕まえて背筋力で体を起こしてあげる。あーちょっとナイス。これで指何本分ぐらいかな。4本ぐらいかな。このタチウオがね、またね、この時いい値段がしてたんだよね。いくらだっけかな、2800円ぐらいキロのしてましたね。もうほんとね、相場がいいと魚が少なくて楽させてもらって利益が乗っかってくるっていう風な感じ、実にありがたい。ということでタチウオも見る限りは手で取ったので魚をすくっていくんですが、今回はねこの取れてるマジに混じって金室アジっていうのも取れてるんだよね。うん、今酔って言ってるのはマジですね。これが黒系のアジなのかっていうぐらい綺麗な色してます。で次は次はヒラメですね。だいたい2キロ前後ってところのヒラメですかね。このぐらいのヒラメがね、市場でね、一番って、ダジャレか。市場でね、一番取り扱いしやすいのかな。値段がいいですね。そして、なぜかわかんないけど、だいたい800グラムか700グラムぐらいの値動くんですね。なぜなんだっていう感じです。あ、これがね、金室アジってやつですね。これ取れるの初めてですね。普通の室アジかなと思ったんだけど、千葉の仕切りではね、金室アジっていう名前で上がってきました。今年はやっぱり海がおかしいのかな。まあよく最近10年に一度の寒気とかね、いろいろ言いますけど、まあ10年に一度の海の中がおかしい感じなのかな。いやとは言ってもね、よくあることですね。はい、こうカズネ君が捕まえたのがサバですね。はい、サバをポキンと指折れして、これマサバですね。うん。で、ウツボも一緒に水ごりに入れて、はい。で、次は、これは、何に寄ろうとしているのか。ミズイカですね。小ぶりなミズイカ。もうミズイカもね、今からね、徐々にね、数が増えてきますね。3月、4月ぐらいがまあ最盛期なんじゃないかな。まああの産卵でね、浅いところに寄ってくるんで、その時は一番よく取れます。はい、でこれが小膳ですね。正式名称は何になるのかな。銀亀アジ、赤目小膳、なんかその辺の名前だと思います。はい、でこれを水氷に入れて、結構すくいましたね。まあね、何でもかんでも混ざってますね。サバ、キンムロ、コゼンカマス、メアジ、マアジ。はい。今見てるのが、あ、ちょっとね、怪しいイカがいたんです。これ後でね、詳しく紹介しますけど。ちっちゃいイカなんで、なかなか見えないかもしれないけど、ガゼンお前このちょっと怪しいイカをそっちに入れろって言ってますね。自分で入れろって。カズネ君もね、このイカの色にびっくりしながらね、おっかなドッキリしながら泳がしてますね。はい。で、あとツノコですね。カワハギ。カワハギもね、冬場はね、鍋にしても美味しいし、肝をね、お醤油に溶いて食べても美味しいし、もう万能ですね。タチオが行って、タチオが行き、
まあ小膳サバって感じですかね。はい、でまた寝語。寝語もね、いつもだったらもうちょっとねまとまる、うん、群れで入ってくれると思うんだけど、やっぱ季節外れなんでしょうね。2匹取れました。はい、と覗いてますけど、カメをかわしながら魚をちょこっとすくってぼちぼち、カメをね、逃がすぞ逃がすぞって言ってます。うん、ほんとこのカメ、あの大きさもすごいよく似てて、兄弟、いや兄弟、双子、うん、ペア、なんだろう、わかりません。うん、まあでもね、ウミガメはね、やっぱ逃がしてあげないと、さすがにね、バチが当たりそうなの。バチが当たるって言ったらよくないか。魚もね、取りこぼしもありますけど、まあ、一緒にね、逃がしてあげましょう。はい。なあ、元気に泳いでいきましたね。はい、ということで、カメを逃がしたので、あ、そうですね、クレーンをしまって、まあ、このクレーンがあるからね、二人で操業できてますね。機械にはかなわないです。まあ、設備投資はかかることなんだけど、人件費を考えるとね、安いもんかなと思います。あ、ちょこっと見えてましたね、今。毒々しいイカが。で、竹山のヒラメと、チョガ水のヒラメと。わかりづらいんで、アクリルのね、観察用の水槽じゃないけど、入れてみました。うわ、これね、花イカっていうイカですね。海底を歩くイカとして有名らしく、まあ、食用になるのかどうかって言ったら食べたくないかなと思います。でもね、観賞魚用としては高値で取引されているらしく、インターネットで調べたらね、8000円ぐらいやったかな、これ1匹で。でもどこに売っていいかわかんないからね、最終的にはまあ逃がしたんですが、はい、まあもうちょっとね、いい量になればいいかなと思います。はい、ということで今回の動画を終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。